おはようございます。本日は4月9日の、月曜日でございます。天気はどうだろう。なんか朝から結構寒くて14度だから、まあ14度、まあ、あの、まあ、真冬というか、まあ、一桁台の、日が続いていれば、まあ、あったかく感じるけど、20何度から14度になると寒く感じるって、それ微妙な気温なんですけど、今晴れてるのかな？曇りですね。曇り。天気悪くもない。雨が降りそうな感じでもないけど、まあ、晴れるかはわかんないけどね。まあ、良くも悪くもないような天気なんですけれども、本日は月曜日なんですけど、学校が一日オンライン授業というか、まあ、オンラインで授業を受けるというか、まあ、そのオンラインで受ける授業もなんか2時間くらいで、あとはなんか、オンデマンドで動画を見て、入力の、出欠確認のフォームみたいなのがあるんですけど、そこに、入力して、時間内、なんていうの、締め切り時間内までに、提出するというような、形になってるんで、ちょっと今日は一日家でそれをやりたいと思います。よし、じゃあ朝飯です。食パンとクレイジーソルト入りのオルポール。もうこの組み合わせがね、もう何気に一番シンプルでうまいんですよ。カレンダーから行った方がいいか。9日の、これかな。うん。参加って言えるのか。じゃあ。あ、会議が開始されました。あ、2時間目は、なんだっけ。オンラインなので。まあ、頑張ることもないけど、行きます。はい、ということで昼飯です。パスタとオニオンコンソメ。パスタは、いつも通りめんつゆと、マヨネーズ、ニンニク、オリーブオイル、ステーキスパイスで味付けしたものです。で、今日の味付けはどうでしょうか。うん、あ、ちょうどいいですね。うまくなってきました。よし、では午後行きます。なんか、最初はこれなんかアナウンスみたいなのを聞いて、なんか問題というかテストとかを解くみたいな。よし、じゃあまたオンラインのようですね。なんかこれなんだろう、なんかここだけ髪の毛が立てて、さて、あれ、まだ始まってなかった会議。まあ、なかなかね、なんかこうオンラインでなんかやるっていうのは初めてなので、結構よくわかんなかったりしてますね。あ、こっから入ればいいのか。あ、OKOK。あ、ここに参加するのか。ということで終わりました一日。最後の時間は、まあ、オンデマンドで、まあ、何本か動画を見て、事前に配布されてる、問題みたいなのを見ながら、フォームに、答えを書き込んでって、まあ、それを送信すると、まあ、出欠の確認が取れるみたいな感じで、のシステムでやりましたと、いうような感じです。ということで、まあ、オンライン形式のでね、初めてやってみたんですけれども、まあ、なんとか、うまくできました。なんか、ログインできなくて、ちょっとなんか、焦ったりしたりしそうなことがありそうだな、みたいな思ってましたけど、全然そんなことなくて、まあ、うまくいったんで、よかったです。いや、てか、やっぱ、家にいながらやれるのは、
いいっすね。うん、楽です。しかもね、全部の授業が、ライブ配信とかじゃなくて、大体の授業がこう、オンデマンド、学校のオンデマンドみたいなのがあって、まあ、そこにログインして、まあ、それを見て、問題を解いて、そのフォームみたいなのを送信して、みたいな感じで、まあ、課題みたいな のが、メールで送られてきて、授業映像を見てからそれを解くみたいな、そんな感じの形式なので、学校のこの授業時間に合わせなくても、まあ、オンラインっていうか、まあ、まあ、ライブでやったのが、まあ、2時間ぐらいやったのかな。でも、あとは、もう、そのね、学校が終わる時間までに、まあ、そのオンデマンドの動画を見て、フォームにこの、テストというか、問題の答えを書いて、やれば、まあ、出欠、まあ、授業参加したことになるというようなことで、まあとりあえず全部終わりました。よかったです。やばいです。5時ぐらいにね、もうちょっと一回ね眠いから昼寝しようと思って寝たら、なんと今11時ですよ。11時本当？そうだ、11時だ。やばいです。またすごい。6時間だからほぼ夜寝と同じくらい寝てしまいましたよ。本当に。やばいっすね。はい、ということで、とりあえず、こいつ、食べます。コーラ。絶対こういう系のお菓子とコーラって相性抜群なんですよ。やばい、これとてつもなくうますぎます。っていうかね、やばい。思いついてしまった。このフルーツを買ってから、これをね、テーブルに使うことを分かってしまった。いや、これ最高でしょ。最高すぎますね。風呂で飯が食えます。あ、フロイス良かったですね。下にしゃがんでやるより全然、早いし、めっちゃ楽でした。しかし、ちょっとあの鏡が低すぎて、あそこに座ると顔が映らないっていう。これが高いのか、この鏡がちっちゃいのか、単純に自分がデカすぎるのか、まあ、自分がデカすぎるんだと思いますけど、まあ、良かったです。しかもね、台になる、テーブルになるっていう、めっちゃいいです。そしてこうやって乾燥させるのもいいですね、これ。下もね、あそこ空いてるんで、カビたりはしなさそうですね。はい、ということでですね、ちょっとレンズが、これ汚れてるか。気のせい。ちょっと、支払いするものがあるので、近くのコンビニに、向かっておる。うわ、なんかちょっと意外に静かで喋りにくい。めっちゃ響いてますけど、ちょっと近くのコンビ行ってきます。いや、静かすぎて喋りにくい。てか今日外に出たの初めて。外の空気がうまいっす。やっぱダメっすね、一日でも外出ないと。まあ小散歩。おお、綺麗ですね。もうね、日が変わる時間なので、あんまり電気はついてない。ほぼね、これ見えるのは、マンションの廊下の明かりとかで、オフィス街は、ほぼ電気はついておりません。よっしゃ。さすがにこの時間になると、車通りも少ないですね。今日の月は、半月あれ、かな？これやばくないですか？うまいに決まってる物質ができてしまいました。マルちゃん製麺をさっき食べてたんですけど、その残り汁を使ってご飯を入れて、チーズかけました。絶対うまい。うん。これやばいです。うますぎる。